こんにちは。学校の先生方にメンタルサポートのサービスを提供しているフリーランスティーチャーのじゅんじゅんです。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。今日は、我が子がいないことがコンプレックスですというテーマでお話ししていきます。いかがでしょう。この気持ちって、男性女性関係なく、我が子がいないという方には共通するもんなんですかね。あまりね、こういうことって人と共有したことないのでよくわかんないんですけれども、今日のテーマは、過去の私の、悩みというほどでもないんですけれども、別に悩んでなんか解決しようと思ったこともないですし、ただね、自分の中で抱えていたこう、ほんのちょっとのね、もうかすかなグレーの部分なんですね。だからもしかしたら私と同じようにかすかなコンプレックスが子どもたちや保護者の方や同僚との関わりにおいて、年に本当に数回こうちょっとちくりとするような程度の心の揺らぎというのかな、そんなことを思われている方に向けて、そのちくりと感じる揺らぎ、ちょっとこう伏し目がちになる気持ちを少しでも楽にするものの見方、考え方のスイッチの切り替え方をご紹介していきます。こういったね、こう子供がいるとかいないとかっていうのをこうマイノリティ、マジョリティっていうのかな、そういう話題って本当にこう多様な家庭環境で育つこう子供たちと一緒に過ごす、教師だからこそやっぱりこういろんな人の考えって聞いておく必要あると思うんですよね。私もそういうことはちょっと意識して、人の話を聞きたいなと思っているんですけれども、で今はね、本当に多様性の時代と言われて、子供たちの中にも本当にさまざまなマイノリティ、マジョリティが存在しているはずなんですよね。だからこそ学校の先生方や保護者の皆さんにも聞いていただきたい内容になっていますので、興味を少しでも持っていただけたら、ぜひ最後までお聞きください。このチャンネルでは、学校の先生方が日々仕事をしていく中で生まれる悩み、その原因、そしてその解決のヒントや自分でできるメンタルサポートの方法についてもお話をしています。それでは行ってみましょう。今日のテーマ、我が子がいないことがコンプレックスですということなんですけれども、我が子がいない状態をもうあえて選択している方もいれば、選択しているわけではないんだけれども、現在その状態になっている方もいれば、本当に現れている状態は一つでも、本当にそこに至る背景というのは本当に様々ですよね。私の場合は、どちらも少しずつ被っているような背景が被っているので、そういったことで、我が子がいない状態になっています。ではどんな時にその我が子がいない状態に居心地の悪さを感じるかということなんですけれども、これね、職員同士で我が子の話になった時ですよね。そして、子供にね、先生、子供何人いるのとかね、そんなことを聞かれた時とか、あと保護者の方に、先生お子さんはっていうふうに聞かれた時、こんな時に大体居心地の悪さを感じることがあるんですよね。でもいつもじゃないんですけども、感じることもある、そんなところかなと思います。いかがですか、皆さん、ありますか。ただね、このコンプレックスと言えるような少し後ろめたい気持ちになるのは、特にこの教師という仕事が子ども相手の仕事だからだと思うんですね。日本には昔から子育てをして一人前なんだとか、子育てをして初めて親の気持ちが分かるとか、教師であれば子育ての大変さを経験して初めて教師としての仕事に深みが出るんだみたいなね、そんなところだと思います。だからそういった人間が作り出した当たり前を刷り込まれながら、当たり前を体験していない私は、子育てを経験していないから教師としては半人前なんだっていう、そんな感覚を長い期間持っていました。ではどうしたらその悩み、コンプレックスから距離を取ることができるようになったかっていうと、やっぱりここでもね、物の見方、考え方のスイッチを切り替える、その結果いつの間にか距離が取れるようになっていたということなんですね。
まあ、確かに私は子育てを経験していません、だからそのしんどさやその、まあ、子育ての喜びというものは味わっていないわけです、そして、まあ、私には妹がいるんですけれども、まあ、彼女のね2人の子育てをこう横目で見ながら、いや確かにねもう嫌よな気はしんどいよな、まあ、これで翌日仕事行ったら、ね、本当寝不足でねもうフラフラしちゃうだろうなとか体力持たないなとか、いや子育てしながらね働いてるお母さん先生本当大変だなって思ったり、あとは子供とね自分をこう分離して考えることの難しさっていうのも、まあ、妹の子育てを横目で見ながら、まあ、ある程度、まあ、理解というか知っているわけなんですね。でもそれは自分は自分自身として体験してない。まあ、ただこう20代30代の頃って、まあ、この経験の浅い頃ってね、まあ、とにかく生活のすべてがこう仕事中心でした、まあ、時にはね寝ている時でさえもクラスのことを考えてるみたいな、海の中にダイビングで潜っても魚見ながら子供のことを考えてるとか、まあ、これは良くないことなんですけれども、まあ、そういったことやあとは授業のことを考えているほど、まあ、熱中して、まあ、それこそ身も心もそこに没入していたわけなんですね、まあ、ある程度経験を重ねてからはこう場数を踏んで出会った子どもたちや保護者の方の数だけやっぱり経験値というものは上がっているわけですよね、もちろん出会うお子さん一人一人違うので同じやり方は通用しません。ただクラスを作っていく上で大切なこと、そして学習面で何を大切にしたらいいのかっていうことは私は体得しているわけです。つまり私には子育ての経験はなくても私にしか持っていない経験があるということなんですよね。だから逆に私がね子育ての経験のある方に対してあなたは子育ての経験をしていない人の気持ちが分かりますかみたいなことを言ったらおそらくその場の空気は凍りつきますよね。つまりこのようにお互いの経験の有無をぶつけ合ってもあまり意味がない、生産的ではないということなんですね。確か私が教員になって、まあ、10年ぐらいだったかな、30代の前半だったと思うんですけれども、まあ、ある保護者の方にね、先生はお子さんいらっしゃるんですかって、まあ、あることが起きて、でそれをね私に質問をぶつけてきたわけなんですよ。先生お子さんいらっしゃるんですか。で私はいやいませんっていうふうに答えますよね。だから保護者の気持ちに共感できないんですよっていうふうに言われたんですよ。いや当時はねやっぱその言葉を言われてやっぱちょっと頭に血が昇る感覚をね今でも覚えてます。ただもう極力冷静に、感情を抑えてそれって失礼じゃないんですかっていうふうに答えたのを覚えています、まあ、今ならね、まあ、なぜそういうふうに言わざるを得なかったかっていう、まあ、この保護者の方の切羽詰まったお気持ちには、まあ、しんどさには共感することはできるんですけれども、ただこの保護者の方の言葉って感情的じゃないですか、だからやっぱりもうまともにねこう傷つくような受け止める必要のないものだと私は思います。ただ当時はやっぱりね傷つきましたよね。ああだから私は保護者の人に経験子育ての経験してないからこんな風にね言われちゃうんだなと思って、やっぱ傷つきましたよね。でも、まともに受け止める必要はないんですよね。こういった感情に翻弄されてしまうのも、まあ、教師にはあるあるなんですよね。じゃあどうして私がその後何年もしてからこの保護者の方の切羽詰まったお気持ちを共感することができるようになったかというと、やはりそれは自分の中にこう日々積み重ねた、もうすでに持っているものの価値に気づけたからなんですね。そして子育てを必死で頑張っている妹の姿だったり言葉であったりとか、そして子育てに心底悩んでいる保護者の方やそして友人ですね、こういった人たちの声を知ったからなんですね。だから子供を真ん中にして教師も保護者の方も本当に悩んでいる、願っているのはただ一つなんですよね。それはその子の幸せなんですよ。子育てをしていなくても教師という仕事に就いた人間の強みというのは
複数の子どもたちと一緒に過ごしていることなんですね。つまり複数のケースを経験しているということなんです。どの子たちの良さにも気づいているということなんです。こことても大きいと思います。どの子の良さにも気づいている、その子の頑張りの過程を教師は見ているということなんですね。保護者の方はやはり目の前のお子さんを中心に物事を見てしまいがちの方がとても多いと思います。もうこれは仕方がないですよね。自分の子しか見えないというのは本当に当然だと思います。だからそんな時に複数のケースを経験している教師の目や、どの子の頑張りもどの子の良さにも気づいている、見ている、見届けている教師の目がその子のそのお子さんの成長には欠かせないんですよね。人間ね、あらゆる経験をするって不可能じゃないですか。経験のないことは経験のある人に質問すればいいし、経験のあることはその経験を生かしていく、ただそれだけだと思うんですね。ないものに目を向けて伏し目がちになっているよりも、自分のあるものにフォーカスして伏し目がちなその視線を上に上げていきたいなって思うんですよね。今日は我が子がいないことがコンプレックスですというテーマでお話をしました。このチャンネルでは学校の先生方が日々仕事をしていく中で生まれる悩み、その原因、そしてその解決のヒントや自分でできるメンタルサポートの方法についてお話ししています。私の LINE 公式では YouTube や Podcast からの発信よりももう少し踏み込んだ自分のものの見方、考え方のスイッチを切り替える方法についての情報や、具体的なトレーニング方法について、またおすすめの本なども紹介しています。よかったらこちらも概要欄のリンクからチェックしてみてください。それでは次回の YouTube ポッドキャストまで Let's have fun! バイバイ!